こんにちは、粟田洋介です。今日はブックマークを作ります。とりあえずすでに5枚書いてあるんですけど、今日はあと2枚作ろうと思います。これは最初からジェスが塗ってあるキャンバスで、何年か前にスプレーをしたんですが、この部分を使って書いてみようと思います。これも絵を描くキャンバスなんですけど、これはジェスが塗ってなくて、すごい丈夫です。ちょっと今映像が撮れてませんでしたが、こんな感じに出来上がりました。ライオンと思ったんですけど、なんか違うものにも見えるけど、まあ何でもいいんです。この周りの部分アクリル絵の具で塗ったんですけど、ちょっと時間かかったんですけど、これは実用的にも布がボロ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 ほずれてくるのを防止するのに役に立ちます。でこっちはね、こんな感じになりました。でここ穴開けて紐をつけるんですけど、ちょっと今紐が見当たらないので後でつけようと思います。これらはキャンバスなんですけど、色が塗ってあります。これは最初からジェスが塗ってあるキャンバスで、この部分を切ってこんな絵を描いてみました。でここに穴を開けて後で紐をつけます。
で、この紫の方は、これも何年前だか忘れちゃったんですけど、アクリル絵の具で色を塗って、ジェストとか塗ってないんですけど、すごく丈夫な生地です。それはね、こんな風に絵を描いて、ちょっとここ穴を開けて、これも後で紐を通します。ピンクはウサギの絵を描いたんですけど、同じようにアクリル絵の具で色を塗って、この部分を切ってあるんですが、こんな感じでウサギの絵を描きました。で、これもキャンバスなんですけど、ここは何も塗ってない部分で、ここは赤いアクリル絵の具で裏表色を塗ったんですけど、この部分ですね、こんな感じだったのが、こういう風になりました。というわけで今日はキャンバスブックマークを作りました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。